おはようございます。お話し会ワクワク、ありがとうございます。そう、今日はオンライン話し会です。出勤前に見る幸せ。あ、お仕事なんか頑張ってください。楽しんでたみたいでよかったね。そうなんですよ、ありがとうございます。皆さん、かげやきよろしくです。あ、かげやきか、ありがとうございます。よろしくです。今日としたグスプいてきます。いいな、アメたちも行きたいよ。で、まあ、今日はメイク配信みたいな感じですね。久しぶりのメイク配信。今日も私見えて嬉しい。ほんまに可愛い、ありがとうございます。早くグスプ行かないと。名前の高田研究センター。そうなんですよね、なんかこうショールームは更新が遅いらしい。だからしばらく研究生のままやねんって。これはよし、ブレーキのグスミコースターゲットしました。え、早くない？もう昨日行ったってこと？いいな。海だっけ、何時か夕方の。そう、あのなんか今回休憩生は名前できるだけ名前順でなんか笑わいになってるんですよ。だから最初の人、この人は1部で、次の数人は2部、次の数人は3部4部5部6部でなってるから、アミはその宮本から一番最悪じゃないですか。だから6部になっちゃったんで。ひやん、グスパメンバー、グスパメンバーもいけるからね。あのメンバーはあれ、行くときはマネージャーさんにはなあかんけど。でもまだ今日はおらんと思う。そう、昨日始まったけど、昨日連絡来たから、グスプ行く人はどうたらこうたらみたいな。今日こっち走るだけど大阪まだまだ。え、あの大阪今13度とかです。全然暑くはない。寒いってか、今日朝起きたらめっちゃ寒かった。毛布にくるまりましたよね。普通に同じ回終わったら行きます。これな、なんやグスプですか。まあグスプやね、ありがとうございます。
助かってる。おお、いいじゃん。アビはね、うわ、若ニャンさんのトロピカルソーダみたいなやつは絶対美味しい。あのマッコチさんのねお芋のやつも食べてみたいけど、そのゆきのさんの浅い芋食べたいんですよ。迷う。まあ、じゃあ誰そのい、まあ、行った人とお互いこう分け分けしてもいいねんけど、デザートとかはご飯はやみあれゆいのさんのあのエビピラフ、あシュリンプピラフみたいなやったかが食べたいんですよ。グスプってさ、もうドリンク飲みながら、ドリンクいっぱい飲みながら語るのも楽しいから。そう、まあ一応メンバーやからね。そのメンバーはお客さんとして行くやけど、一応そのなんかグスプのお店の方から来てくいいですよみたいな、ぜひ来てくださいねみたいな感じのやから、なんか一応そのお店の人にもこの日このメンバーが来ますみたいな一応連絡しとかないといけない。今日ゆみさん、そうだよ、今日ゆみさん誕生日だよ、ゆみさんおめでとうございます。多分1回やったの、前回は1回やった。で前回は1回で食べ物も1個ずつやってん、ドリンクと食べ物。でも今回は1回、多分1回やけど、なんかでも食べ物はその何個でもいいよみたいな言ってもらった。みんなでシェアハピできるってこと。幸せだね。今日食べちゃう。そう、まあ朝いいやからそんな多すぎることはないと思うけど、飲み物もほんまに全部飲んで、飲みたい勢いやからさ、あのとりあえず、まあ、みんな休憩はあの、まあ、グスプ行ってグッズがもらったらトレ会が始まるから、でそれぞれ推しがいるわけですよ、メンバーだから、それを出たら「え、高校出たで」って言ってあげたりします。まあ、見たら出ても最初も嬉しいけど、やっぱそのメンバーのことをさ、好きなメンバーにあげたいじゃないですか。そういうもんなんですよね。今日は浅い食べたことなかったからデビューしてきます。おお、グスプ浅いデビューですね。ぜひいろいろ教えてね、またどんな感じやったか、アイミを食べてみたいから。
気分けできる人、うん、一緒に行く予定の子は全然気分けできる子。前回のグスプのこと思い出した。前回のグスプでさ、旧機のさグループラインではさ、旧何々譲る何々がめちゃくちゃラインあってんな。ほんでちゃんとそのなんか、あ、これあるよじゃなくて、あの私このメンバー持ってるのでちょっとこの方いただけますかみたいな感じで、ほんまにリアルにごっこ遊びしてた。思い出した、楽しい楽しい。ほんまにアスターロビー開放だから壁車取ってくる。おお、はい、取って、あ、そっか、もう B2 さんとこにおるんか多分。昨日劇場行ったのにそっち通ってないわ。アイシャドウしたしよ、で発色を良くする。うん、昨日より薄く混んでたよ。やっぱ当日やからかな。まあ混むよね、メンバーに会える人ラッキー。そうラッキーだよ、メンバーも自分のファンの方おったら、あ、いるってなるし、あとはそう、キューキーのことを、キューキー全体のことが好きでよく公演とかに来てくれてる人はなんか、え、まるまるさんおるやんみたいな感じでみんなで盛り上がってる。キューキーってね、結構お互いのファンの方を覚えてるんですよ。それで OK、 前回も全種類食べようと思ったけど割とボリュームあったからな。確かに。でも今回はさ、結構食べやすそうなやつ多くないですか。アサイとかも絶対そんな多くはないじゃないですか、量は。ハンバーガーやし、なんか量がそのまあ大きさは大体わかるじゃないですか。自分のは欲しい、自分のはね確かもらえんねんな、言ったら。それは自分は別にいらないからママにあげるねんけど、家のグッズにするね。それによると、あ、まあドリンクはめっちゃ多い多いけどね、美味しいからすぐなくなっちゃうねんな。雨も NNB 入る前のグスパーからいいから行ってたから結構飲んでたんですよ。それもで、和田美優さんのマスカットカルピスがめちゃくちゃ懐かしい、思い出した今わ、そう、通算3じゃなくていいんかいや、じゃあ今までの作成で呼んじゃうよね
今までずっと NSM さん B2 さんって言ってたから、だから B2 さんまでが一つの括りみたいな感じになってしまってる。お、449日ですって。ちょっと眉毛だけ隠してもらっていいですか。眉毛聞かれたらちょっと一旦誕生日読んで終わって、髪の毛やりながらメイクします。シュ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 、ほいほいほい。あ、ちょっとコスターなんとかなるでしょ。はい、ありがとうございました。昨日バーガーとアサイ食べた。おお、いいですね。それ交代公演の時はみんなよく見た顔が多かった。それ交代の時のそう、なんか頭が回らんかった。ああ、前も言ったけどグスプで遭遇したメンバーの卒業率が高いのでなんか複雑。そう思ってるからか、思わんくらったらもう大丈夫なんちゃう。え、会えた、嬉しい、やっただけで思いとどめとく。ということで、ちょっと早々壇上を読ませていただきます。いきます。13位たーちゃんさん、ありがとうございます。12位さとくんさん、ありがとうございます。11位でこもちびとさん、ありがとうございます。10位なるさん、ありがとうございます。9位まつくんさん、ありがとうございます。8位まっそうさん、ありがとうございます。7位たつりんやさん、ありがとうございます。6位むいちさん、ありがとうございます。5位よっしーさん、ありがとうございます。4位ドリューさん、ありがとうございます。3位西川清さん、ありがとうございます。2位たかむすさん、ありがとうございます。そして1位はアルボーアルボーランさん、んラン、んアルボーさん、ありがとうございます。合ってるかな、合ってると信じて。はい、ありがとうございました。ということで書いていきたいと思います。12日、アルドーさんかな、アルドさん、アルドーさん、ありがとうございます。かわいいやまた。ちょっと待って、ミスった。どうなってる？
ちわ。あやみに変えとこかな、勝手に。萌え、えがた。風呂上がりにアイスとアイス食べて内輪で仰いでる人みたいになっちゃった。ペンライトがちょっと太すぎて。よし、仕掛けたよ。ちょっと待って、一旦一番上行く。風呂上がり、ちょっとじゃあ、ありがとうございました。アルドさん、めっちゃさ、お風呂上がりにさ、アイス食べながら内輪で泳いでる人みたいになってるくない？ペンライトです。これは。確かに見えるやんな。ペンライトです。はい、ありがとうございました。で、さっぱりして。あー、すっきりしたーって人みたいになっちゃった。はい、ということで、ありがとうございました。はい、明日も一応、明日もオンライン話かなので、7時からですね。はい。では、ありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。バイバーイ。またねー。